こんにちは、カナダ在住のメタスです。選挙関連の話まとめ、ジョージア州監査要求裁判まさかの敗訴、コロラド州監査で犯罪行為を発見、アリゾナ州、ウィスコンシン州、ミシガン州関連ということで話をしていきたいと思います。今回前編、選挙絡みの話をまとめていきたいと思います。まず最初はアリゾナ州なんですけれども、マリコパ郡の監査結果に基づいて副司法長官が動き出したって話は以前しましたけれども、具体的に今有権者情報を中心に精査してるっていうことが分かっています。はい。で、アリゾナ州に関しては2021年の今年の選挙も今進行中でして、もうすでにその手元に3通の郵送投票来ちゃいましたみたいな人が出てきたりとかしてるんですね。まあ、なのでもう現在進行形でもう明らかに有権者情報とかめちゃくちゃでしょみたいな感じになってるところが明らかになってきてるので、まあこれをね最初に手付けるのは当たり前かなと。特に監査結果でもね、その明らかに数字でかかったですから、まあそこから答え合わせしていくのがまあ当然かなとは思います。はい。で、もうすでに監査やったのがマリコパ郡っていうところ。で、一方で、まあ、今、やろうっていう話出てるのは、ピマ郡っていうですね、2番目にでかい郡なんですけれども、そこの、なんか分析を今、芝博士がやってるらしいんですね。で、トランプ大統領がこの前声明出してたんですが、その中で、ピマ郡のその郵送投票の返却率が、芝博士によると、100% 超えてる地区があるぞと。その、なんか明らかに 100% 超えてたりとか、あと通常じゃありえないレベル、その普通だったら 70% ぐらいが平均らしいんですが、90何%とか続出しているところがあったりとかするらしいんですよ。で、さらに言うと、その出てくる数っていうのも、その偏りが明らかにおかしくなってってる、怪しいレベルでっていうような感じらしいんですけれども、ここに関して僕ちょっと深く触れられないところがあって、というのも、この投票率に関わる話って、正直その全米で見て打率めちゃくちゃ低いんですよね。正直、その 100% 超えてたっていうところっていろいろサウスカロライナとか出てきたじゃないですか。結局あの辺って何が問題だったかって言ったら、そもそも分析した人が分母間違ってたっていう話なんですね。その、一番最終的に、分母が確定した段階が、11月3日ぐらいだと思ってたけれども、実際はもうちょっと1ヶ月ぐらいだったみたいな、そんな感じらしくて、そんな感じでその、タイムラグっていうのをはっきり理解していないまま、計算した結果 100% 超えたりとかしているっていうことだそうなんですね。まあ、その辺のことを考えると、ちょっと打率の低い話になりますから、これに関してはと触れないでおこうかなというふうに思います。ただ一つ伝えたかったのは、まあ、マリコパだけじゃなくてもう一個の郡でも、なんかやろうというような動きが具体的に出てるよということですね。はい。まあ、ただ、マリコパのところで僕の最終的な結論として一つ言ってたんですけれども、結局、署名確認やらない限りは、どうにもこうにもならないんじゃないかなっていうのが正直あるので、まあ、マリコパ一応終わったことになってますけれども、個人的にはそこやらない限りは、完全なものになったとは言い切れないかなっていうふうに思いますから、まあ、不完全燃焼だったかなというふうに思ってます。はい。で、続いて、ウィスコンシン州なんですけれども、まあ、これはかねてから、話題として何回か皆さんに取り上げさせていただきましたが、Facebook から莫大な資金ね、CTCL から受け取っていたっていう話ですね。まあ、具体的には、ウィスコンシン州激戦州の一つというふうに言われていましたが、その中でも重要になっていた5つの都市、ウィスコンシン5っていうふうに呼ばれるんですけれども、その5つの都市に、まあ、お金がダブダブ流れてたわけなんですよね。で、そのお金の受け取り方っていうのは、その、まあ、いわゆるその CTCL、要はバックに、Facebook がついてるわけなんですが、そこの、まあ、意図するようなお金の使い方じゃないと、まあ、お金あげないよっていうやり方だったわけなんですよね。まあ、この辺は詳しくはね、かなり前にお話ししましたので、ちょっと割愛しますけれども、まあ、そのお金もらってた5つの都市の市長なり選挙責任者に召喚状が出されたということだそうです。はい。他の州と違ってウィスコンシン州っていうのはもう純粋に犯罪捜査が今行われているわけなんですよね。というのも、まあ、基本的にこの、選挙絡みの話って全部陰謀論だ、言いがかりだっていうふうに言われてるんですが、もうウィスコンシン州残念なことに、もうその民主党スタッフね、スピッツァー・ルーベンスティンだったっけな、そんな感じの名前なんですけれども、その人を潜り込ませるためのやり取りのメールっていうのが情報公開で出ちゃってるんですよね。まあ、なので、その、陰謀論だ、言いがかりだっていうふうに、言おうにも言えないレベルでもう逃げ場のない状態になってるわけですよ。まあ、だからこそウィスコンシン州の議会としても、元、最高裁判所で
判事やってた方を犯罪捜査官に任命したりとか、あ、ごめんなさい、特別捜査官に任命したりとか、あとは元警察官をね、それに任命したりとかして、今捜査をしているわけなんですよね。はい。まあ、なので、ウィスコンシン州は他の州とはちょっと一風違ったことが今行われているわけなんですけれども、まあ、これも今前に進んでるということなんですね。はい。まあ、これに関しては最終的にはおそらく立件するというか起訴するのは司法長官の役割とかになってくると思うんですが、あいにくそれはね、あんまり期待できないかなというふうに思いますから、まあでもね、白黒はっきりつけてもらいたいというところはありますから、まあこれはしっかり頑張ってほしいなというふうに思います。はい。ということで2つの州に関する話でした。じゃあ続いてコロラド州ですね。そんな話あったんだみたいな話になるかもしれませんが、メサ軍っていうですね、人口15万人程度の、中規模軍があるんですけれども、まあ、そこで監査が実は行われていましたっていう話なんですね。ことの発端は5月25日なんですが、コロラド州の州務長官室が、まあ、民主党が支配してるんですが、投票機器のシステムのアップデートしますよということをなんか通告してきて、で、それが実施されたということなんですね。で、このシステムのアップデートって聞いて、まあ、こういうそのデータ系を管理しているメサ軍の事務官のティナさんっていう方が、不審に感じたということがあったので、そのアップデートが行われる前に、直前にもうとにかくデータ全部吸い上げてバックアップ取っといたと。で、実際にアップデートされました。で、終わった後のデータも一回吸い上げてバックアップを取って、で、そのアップデート前後の選挙システム内に保管されているデータ、これを業者に提出して比較分析してもらったと。で、その結果は9月17日に先行公開されていたんですね。で、その後に、そもそもアップデートする前に吸い上げた選挙日のデータっていうのが、手元にあるから、ついでにその中身も変なことないかどうか調べてくれというふうにお願いしたやつが、結果として10月10日に公開されました。はい。ということで、2つの、その分析結果って実は出ていたわけなんですが、まあ、その内容が結構衝撃なわけなんですね。で、ちなみに今回、まあ、結論から言うと犯罪行為があったわけなんですけれども、じゃあそれが、立件されたりとかするかって言われたらよっぽどなくて、その、コロラド州のね、その勢力図で言うと、共和党が州知事はやってますけれども、州務長官、司法長官は民主党。で、メサ軍の軍政員は全員共和党だっていうことなんですけれども、結局この州務長官とか司法長官っていうところが選挙に関する捜査なり、まあそういう系のところ全部になってますから、まあ、手つけられないんですよね。はい。まあ、っていうことがありますから、まあ、こういうことあったんだぐらいの話になってしまいますけれども、まあ、どんな結果だったかお話ししていきたいなというふうに思います。まず、28,989 件のファイルが削除、または上書きされていたということだそうですね。なんかネットに繋がってたんじゃないか疑惑的なログが消されてたりとか、あとはまあこんな感じですね。この赤線で囲われてる部分のこのデータが、これアップデート前。アップデート後になったらもう空っぽになってるんですよ。っていうような感じで、まあ、なんかごっそり抜けてるものがあったりとかするっていうことなんですね。まあ、アップデートですからもちろん上書きがあったりとかするのは僕当然だと思うんですよ。まあ、それがいいのか悪いのかよくわかりませんが、まあ、それはね当然なので、28,989 件全部アウトかって言われたらそうじゃないと思います。はい。ただね、ただ、例えば、その、投票したデータであるとか、なんか、その、なんか操作をした履歴とか、そのあたりって、上書きする理由がないですよね。削除する理由がないですよね。だからそれらが消えていたら、僕はそれはアウトだと思うんですよ。どうかって言われたらアウトで、695件の選挙の完全性の判定に不可欠な重要ファイルが削除、または上書きされていたということなんですね。それこそそのネットに繋がっていた疑惑のものが、そのアップデート前の方のデータには残ってるのに、アップデート後には残ってなかったりとか、してるっていうことだそうなんですね。はい。もう耳にタコできるぐらい聞いてると思いますが、連邦法規定で22ヶ月間のデータ保持というのは義務付けされています。で、コロラド州に関してはさらに州法規定でプラス3ヶ月ですから、25ヶ月間選挙終わった後データ残しとかないといけないにもかかわらず、重要なものが消されていたということが明らかになっているということなんですね。一体全体何のためにルールを作ってんのかなっていうふうに疑問になるぐらい、この手の話ってポンポン出てきますよね。はい。まあ、ルールとは一体何なんだっていうふうに思っちゃいますね。はい。でですね、ミシガン州でも実は同様と思われるアップデートって、かなり前に行われてるんですよ。州務長官室主導で、あそこも民主党が州務長官ですからね。はい。で、まあ、そういうところからわかるのが、もしかしたら疑惑州の特徴ってこれかもねと。アップデートだーっつってやることによって、なんか消したりたりとかしてるんじゃないのって思っちゃうところが正直ありますから、ね、ミシガン州はじゃあ、バックアップ取ってるかって言われたら取ってる気があんまりしないので、まあ、多分どうにもこうにもできないかなと思います。はい。
で、一応ね、今回、コロラドこんな感じで、怪しいというか、完全アウトなことがあったわけなんですが、さっきも言いましたが、司法長官も州務長官室も支配されてますから、民主党側に。よっぽど動くことはないなというふうに思います。はい。まあ、今回のこの怪しさはね、まあ、さすがは、今のね、九段の投票機器の本拠地ですからね、まあ、ならではの怪しさかなというふうに思いました。はい。で、続いてですね、そのアップデートする前に吸い上げたデータを分析した結果ですね。まずなんか、そのデータ分析したら、なんかね、5567票が未処理のまま放置されてた的な感じらしいんですね。ただなんか、なんか履歴を見る感じ、一回処理して、で、なんか設定を変えた後に、もう一回読み込んで、その後忘れちゃってたとか、そういう系なのかなって思うんですが、まあ、勘違いだと思いたいです。じゃないと、この5567人の方々、悲しいですからね。はい。まあ、これはちょっとよくわかんないので、まあ、とりあえずそんな感じだったらしいよって終わらせておきたいんですが、まあ、衝撃的なのはいろいろありまして、まずアジュディケーションですね。その、投票用紙って、そのマークシートで色塗っていくんですよね。で、それをスキャンすることによって、機械が読み取って、で、機械が、この投票用紙は大統領はここ、上院議員はここ、下院議員はここ、みたいな感じでどんどん判定していくんですが、まあ、折れ目がついてるだとか、汚れがついあったとか、そういうふうになると、判定不能なものが出てくるわけなんですよね。そうなった時は人間が、肉眼で見て、まあ、いろいろやっていくわけなんですけれども、それが出ていい例と、まあ、今エラー率って僕は簡単に言いますが、エラー率が0.0008%っていうのが上限で決まってるわけなんですが、まあ、10月19日から、集計が始まったと。で、まあ、初日で9.7%。で、20日に9.9%。で、21日が3.7%っていうことで、もうこの辺なんてもうその基準値の1万倍以上、10万倍ぐらいか。10万倍以上出てるわけなんですよね。はい。まあ、明らかなポンコツっていうことで、で、なんか21日には、そのなんか6か何か見た感じ、なんか設定変えたらしいんですよ。まあ、その結果、それでも3.7%っていうとんでもないポンコツっぷりを発揮してるわけなんですけれども、まあ、今回それで一つ言われてるのが、途中で設定変えるのってありなのっていうことなんですね。選挙の途中にね。はい。それはどうなのっていうふうに、まあ、つつかれてます。まあ、ここに辺はね、ちょっと専門家が、しっかり見ないといけないと思うので、詳しくは言えませんが、まあ、そういうふうに、まあ、そもそも数字の部分では、そもそも使っちゃいけないやつだったんじゃないんですかっていうような話が出てきています。はい。で、さらに言うとですね、どうやらその中身も変な感じらしくて、サーバーのログの容量設定っていうのが極端に少なく設定されていると。なんか初期設定ではなくて、意図的に変更設定されないとありえないレベルで、少なくなってるんですね。で、容量が少ないとどうなるかって言われたら、例えば何かの動作をすれば、投票日の翌日、翌々日ぐらいになると、結局もうその当日何があったかみたいなやつが全部勝手に上書きされちゃう可能性があるというふうになってて、まあその、なんだろう、自然と情報隠蔽できるような状態になっていた可能性があるっていうことだそうですね。まあこの辺もちょっと怪しいですよね、正直ね。はい。で、あとはなんかネットワークカードがアクティブになっていたそうです。これごめんなさい。僕よくわかんないのでコメントください。意味がわかんないです。はい。あとサーバーがリッスン状態になってたっていうことで、まあなんか、要はアクセスすれば、なんか、誰でもウェルカムみたいな状態になってたみたいな意味ですかね。はい、そんな風になっていたらしいです。はい、ちょっと詳しくはね、多分詳しい方がコメントで、いろいろ論争してくれると思いますが、そちらをご覧ください。はい。で、結論から言うとですね、やっぱ紙で、手集計で、投票所での投票が一番いいかなというふうに思います。今まさに日本もですね、選挙戦ですよね。ぜひ皆さん投票所に行って投票されるのが一番いいかなというふうに思いますから、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。というのが、コロラド州の関する話でした。で、最後、ジョージア州なんですけれども、もうこれはね、衝撃でしたね。ずっと長く続いてて、僕の中ではもうこれ、いつか、その状況を一気に好転させられる、もうその好カード、もう間違いないと思ってたやつだったんですが、そのジョージア州フルトン郡の簡裁要求裁判が棄却されました。もともと裁判長が出した命令としては、11月の15日に全員集まって、そこで口頭弁論やって、で、そこで判決出すっていうふうに出してたんですよ、指示書。命令書っていうのかな？で、ところがですね、先週のところで突然、棄却するっていう決断が出てきて、なんじゃそりゃーっていうふうになったわけなんですね。まずですね、メディアなんですけれども、ここだけ報じてます。で、今回のフルトン郡って何が大事かって言われたら、その、手集計したことになってるわけなんですよね。
手集計やったところ11月3日の結果と全く同じになったから問題なかったんですよ。なんならトランプ票ちょっと減りましたけどね、あははみたいな感じになってたわけなんですよね。で、まあ、僕たちは正直クソーっていうグググググってなってたわけなんですけれども、ところがですね、集計結果がそもそもおかしかったんじゃないかっていう話が出てきたんですよね。というのもこの裁判を通じて、実際に11月3日に、そのスキャンした投票用紙のデータっていうのを入手することができたわけなんですよね。で、そのスキャンデータと、この手集計の結果って、州務長官室がインターネット上で公開します。これかなり前に皆さんにもご紹介しましたが、誰でも見ることができます。例えば、バッジナンバー28ってあったとして、1バッジで基本的に100票が入ってるわけなんですが、スキャンされてるんですが、まあ、それが100票バイデン、トランプ0みたいな感じになってたわけなんですね。で、実際にじゃあそのバッジナンバー28のスキャンデータ見てみると、全然違ってて60と40みたいな感じだったんですよ。で、おかしいじゃんっていうのがめちゃくちゃあって、そもそも、一つのバッジで100人全員同じ人に投票するなんてことありえないんですよ。で、そのありえないものが、フルトン軍だけでもどっさりやって、あとデカルブ軍だ、カーフィー軍だ、いろんな軍でどっさりやったわけなんですよね。で、おかしいじゃねえかっていう風になって、で、これを突破するためにはこの裁判が重要ってなってたわけなんですが、今回棄却されて、で、そこだけメディア、つまんで公開してるわけなんですよね。いや、違うじゃんと。そこじゃなくて、手集計して大丈夫だったからっていう風に言ってた、それがデタラメだったんじゃないのっていう風になってるわけだから、そこも報じて初めてフェアな報道なんじゃないのっていう風に思うんですが、まあそこをやってくれなかったわけなんですね。もうクソって感じだったんですが、はい。まあこれは以上にしてですね。で、ことの経緯を言うとですね、9月20日の裁判のところで、このアメロ裁判長が、州務長官室に、そもそも、こんだけいろいろ疑いかけられまくってて、あなた方はしっかり捜査したんですかっていう風に聞いたんですね。でそうしたところ、州務長官室が、というかまあ、被告側の弁護人が、イエス、やりましたっていうふうに言ったんですよ。で、それを受けて裁判官が、じゃあ証拠出せと、捜査の結果を全部出せというふうに求めたわけなんですよ。で、州務長官室が出しました。僕もそのアミカスブリーフ読んでみたんですが、内容を見ると、まず、捜査まだ進行中ですっていうところも前書きとしてあったんですね。終わってないじゃんっていう話なんですが、まあなんか捜査まだやってるっていう前提なんですけれども、例えばスーツケース疑惑ってありましたよね。で、あれの中でよく言われてたのは、その2回、3回、4回スキャンしたんじゃねえのって言われてたんですが、あれは動画解析を我々独自にやって、あとそこの場にいた人たちを呼び出して、宣誓供述させたと。で、その結果問題なしってことは分かったっていうふうには一応されてるんですね。本当か分かんないですけど。どう考えてもそのスキャンデータ見るとそんなことないけどって思っちゃうんですけど、まあ、一回それは横に置いておきますよ。はい。とはいえですね、なんか水道管が破裂したらなんだかんだで嘘ついて帰らせたじゃないですか。あれは何なのっていうことに関しては、そのアミカスブリーフ見た感じ一切なかったです。はい。で、あとはですね、一番不審なのが、その、手集計に関することなんですよね。で、今回、州務長官室側が言ってるのは、手集計のことの話も聞いてると。で、なんか不審票があったらしいですねっていうことで、これ確かに原告側が、実際に手集計に参加していたボランティアから、郵送投票を数えてるのに、折り目がない。ありえないじゃないですか。郵送投票で折り曲げて送られてくるので、折り目がないなんておかしいじゃないかとか、あとそもそも印刷された投票に見えたと。要はその、色塗ったんじゃなくて人間が手で、もう印字されてる、そのマークの部分が、っていうものがあったように見えたっていうふうに言ってて、で、これを主張してる人は具体的にバッジナンバー何番っていうのを覚えてたので、それもね、知らせてあるんですよ。で、それ受けて、州務長官室が、その該当のやつ全部調べたと。合計にすると1000票ほどだったっていうことだそうなんですが、それやっても問題なかったって言われてるんですね。まあ、1000票やった結果問題なかったからもう全部疑惑晴れました。で、終わってたんですよ。いや、違うじゃんと。今回、原告側が何言ってるかって言われたら、提供されたスキャンデータとありえないレベルの不一致がバンバン出てますけど、どういうことですかっていうふうに言ってるのに、そこに関しては州務長官室側の回答なかったと。で、裁判長もなんか知らないけど、それないにもかかわらず、原告側そこは知りたいって言ってんのに、そこ無視して、ああ、ある程度捜査してんのね、じゃあもういいやっていう風になっちゃったらしいんですよ。なんじゃそりゃっていう話ですよね。で、もう今回のこの裁判のこの結果からいろいろわかるところが出てくるんですけれども、まあ、判決文読んで思ったのが、まあ、多分これアメリカだけじゃなくて世界だと思うんですが、その選挙制度と司法の関係性っていうところの問題点っていうのが見えてきたんですが、まあ、改めてですね、そのやったもん勝ちになってる仕組みがあるっていうような感じなんですね。そもそも、
今回の裁判なんですけれども、あ、ごめんなさい、裁判なんですけれども、提訴に必須の3要件っていうのがあるんですね。既存の事実、因果関係の証明、判決により回復できる見込みがある。この3つを証明することができないと、裁判所は受け取ることができませんっていうふうに、これは憲法規定にされてるんですよ。で、今回の裁判なんですが、まあ、選挙法に従わずに、ジョージア州が集計した結果、不正票を数えたと。その結果、原告の一票が薄まったと。要は、一人一票の原則が破られたことによって、平等の、その憲法が保障する原則に反しているっていうふうに訴えてるんですね。で、今、ここで解決できなければ、将来の選挙にも残り続ける可能性があるから、ここで白黒しっかりはっきりつけましょうねっていうような裁判だったわけなんですよ。で、まあ、はっきり、すごいまとめて言うとこんな感じで訴えていたわけなんですけれども、今回アメロ裁判長は、そもそも原告側は具体的な既存を提示できていないとして、棄却判断を下したんですね。で、これね、タイミング明らかにおかしいんですよ。というのも、アメロ裁判長って、9月だか5月のタイミングで、もう完全にその投票用紙を開封して、で、数えろっていう命令出したんですよね。で、来週の、ごめんなさい、何日か忘れちゃいましたが、金曜日の、何時に、フルトン軍のここに集まって、で、そこでやりなさいって命令出してたんですよ。で、やる、その、開封される前日と前々日にジョージア州側がなんか腕利きの弁護士に引き連れてきて、で止めに入ったわけなんですよね。でそれで結果こうなっちゃったわけなんですが、つまりアメロ裁判長って一回は具体的な既存があるっていうふうに認めていた上でその検査命令出してたわけなんですよ。にもかかわらず半年したら、あれやっぱりあんた具体的な既存提示できてないよねっていうふうに突然言い始めて、で、棄却判断を下したわけなんですね。今までずっとすごく協力的だったのに、なんでいきなりこうなっちゃったのかなっていう、その、表現ぶりには正直僕びっくりしちゃったんですが、まあ、とりあえずこういうようなところがあります。はい。なので、当初は、具体的な既存提示できてるっていうふうに考えていたにもかかわらず、突如半年したらできてないっていうふうに言い始めたわけなんですね。はい。で、ここに問題がありまして、今回、その、一人一票の原則が破られてるっていうことを一つ武器として使っていたわけなんですけれども、そもそも、一人一票の原則は選挙区改定裁判では適格要件として認められる可能性はあると。ただし、個人が選挙に関する裁判を起こす場合には認められないことが多いっていうようなことがまず判決文でポンって書かれてるんですね。もうその時点でなんじゃそりゃっていう話なんですが、衝撃なのここからですよ。これ僕が、考えてみると、半年ぐらいじゃない、どころじゃないな、もう1年経つんですね、あれからね。1年ぐらい前、まあ、正確に10ヶ月ぐらい前かな。10ヶ月ぐらい前に受けた衝撃をまたもう一回受けたことになったんですが、正確に集計されていなくても、有権者個人が不利にはならず、たとえ数学的に最終結果に影響が出たとしても、それは有権者全員に結果として平等に影響がある。だから一人一票の原則が破られていることが適格要件には該当できないっていうのは、リンウッドさんのこの時連邦裁の方だったんですが、連邦高等裁のところで判決出てたんですね。衝撃ですよね。まあ、イメージとしては、水なんですよね。その一人一票っていうのは、もう水のごとくどん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 一回、その、まとまっちゃったら、もう判別不能でしょと。で、そうなると、その人にとっては最終結果としては影響が出たっていうふうに思ったとしても、なんか、最終的には、有権者全員に平等に影響があるって、もうごめんなさい、もう自分でも言ってる意味がわかんないんですが、皆さんこれ納得いきます？これに関して、多分これね、まさにこの前のオーストラリアと同じパターンだと思います。その、裁判所、いわゆる司法と、その、なんだろう、一般市民の間での感覚の乖離っていうのが、これ、すごく激しいなというふうに思ったんですが、これに関しては、ちょっと納得のいくところが正直ないんじゃないか。まあ、確かに、これを受け入れるようになると、猛烈な量の裁判をやらないといけなくなるからっていうところがあるのかもしれませんが、ただ問題なのは、ここなんですよね。数学的に最終結果に影響が出たとしてもっていうところがあって、まあ、なんで、その、勝ち負けがひっくり返ってたとしても、まあ、問題ないんだよというようなことが出ちゃってるわけなんですよね。で、しかもこれがこのジョージア州だけのケースじゃなくて、アリゾナ、メリーランド、ノースカロライナ、あとバーモントでも同様の判決って出てるんですよ。この2020年の話じゃないです。もっと前の話とかにも出てくるんですけれども、そういうふうに同じような判決が出ているっていうところがあるので、まあ、仮に
明確な選挙法違反が判明したとしても、裁判所を動かすことって難しいんだよねっていうことが、まあ、改めて明るみになってきたわけなんですね。まあ、なんで、テキサス州のように司法部門が積極的に、その、動かない限りは対応できないっていうのが、今回のところから見えてきたので、まあ、これは多分アメリカに限らず、世界中いろんなところで、もしかしたらこれから問題になる話になるかもしれません。はい。で、今回のこのケースっていうのは、まあ、結果は、として、その、いわゆる反トランプだっていうふうに言ってる人たちっていうのは、多分喜んでるんですよね。でも、彼らはもしかしたら、近い将来、下手したら、来年2022年の中間選挙なり、2024年大統領選挙なり、そのあたりで、逆の立場になるかもしれないんですよね。いろいろ言いがかりつけたいけど、裁判所が動いてくれない、どういうことだっていうふうに、次は彼らが言うパターンになるかもしれないっていうところがあると思うので、まあ、今回からわかるのは、本当にその、やったもん勝ちの世界になっちゃってるっていうところが問題なわけなんですよね。これこの前、さっきも最初の方の話でした、柴博士が、4時間ぐらいにわたるセミナーを、ウェブセミナーやったんですよ。で、あれの中でもおっしゃってたんですけれども、その、今の、その選挙法の問題って何かって言ったら、各地で選挙法の改定進められてるけど、それじゃダメなんだと。選挙法の改定っていうのは、その、投票する人の、制限に関するルールを変えているだけであって、数える人の方に影響出るようなものが何にもないと。結局、その、どんな数え方をしているのかっていうところで結果って変わる危険性があるから、そっちを何とかしないといけないにもかかわらず、各州っていうのはそこまで手が出てないっていうのはいかがなものかと。で、おそらくこのままだと同じことになるかもしれないからこそ、今各州で監査をして、で、問題点洗い出すべきなんじゃないかっていうふうに柴博士おっしゃってたんですね。まあ確かにその通りかなというふうに僕も思います。はい。というようなことで、今回そのジョージア州のね、判決文、本当にもう最後の方のところなんですけど、読めば読むほど、なんだろう、一体人全体なんだろう、その司法とはなんだみたいな感じになるような、判決文になってました。はい。ただこれがですね、その現実的な、司法の世界の感覚だと思いますから、まあ、本当にもう一回言いますか、今回アメリカのケースですけれども、世界中どこの国も似たようなことになると思いますから、オーストラリアもね、この前、その接種関連の話になりましたからね。まあ、そういうことも踏まえて、まあ、選挙に関する話であるならば、まあ、ズルができないようなやり方、っていうのを整備しないといけないんだよねってことをね、改めて感じさせられました。はい。ということで今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。